困難救助隊の初代隊長の黒田武宏です。困難救助隊ですけど、結婚したのに結婚できずに、特殊清掃とかお世話になってね、孤独死してしまうっていう、こんな日本にどうしてしてしまってんですかね。本当にもう怒りたくもないですけど、怒る人がいなければこれどうしようもないですよね。みんな勝手なことばっかりね、政治家にしたってね、その他なんだかこう金に困らないような連中、あんなのはみんな自分のことしか考えてなくて、まあ私だってそうかもしれないですけど、自分のことで精一杯で考えられないのかもしれないですけど、年金問題にしたってね、本当に1年でね、もうこう何千万ももらっちゃうようなね人がこう、弱者とかね貧乏人の気持ちなんか分かるわけないですよこれ。もうそういうなんかね、企業だってこれ科学技術はねこれ、原材料とかね研究費とかいろいろそういうトリックがあるんでね困っちゃいますけど、あまりに余剰金があるんだったら個人で言えば所得税とかね、企業へのね、企業がやっぱり金のある人じゃなきゃだって税金取って出せないですよねこれね、おかしいです。だからあと結婚したくても結婚できずに孤独してしまう人がどうしてできるかっていうと、スケベな男と女のせいですからね、やつらがね、具体的には、芸能人とかね、有名人とか著名人とか政治家とかね、それこそね、官僚とか、いろんなね、自分たちが生き残れる連中、そういう連中がたまにね、こう、つつかれるね、そういうのもね、清掃の具ね、よく言ったもんですよ、李新弁のせいとね、政治のせい、祭りごとがね、同じになっちゃってね、日本語っていうのはね、せいっていうね、本当にね、もう、弱かったらだってグレるにもグレられませんよこれ。本当に暗殺させられちゃいますから、ね、自殺に追い込まれますからね、そんなね、本当にとんでもないこの世界に生きてるわけですけど、生かされてるっていうこともありますけど、そんでもね、世界見たらね、本当こう勝手に侵略されてね、こう殺されちゃう民間人もいたりね、前回ね、いろんなネットを調べたらね、いろいろ二転三転してですね、今パナソニックの FX700 でしたっけ、これも10年くらい前に発売になったやつなんですよね。もう生産されてないみたいですけど、そのデジカメをね、今までそういう使ってて、もう600、700とかね、困難救助隊 YouTube 動画ね、続けさせてもらってきたんですけど、ビデオ、どこでどう読み間違えたのか、ビデオカメラの新しいやつなんですがね、それだったらこれ、大体30分くらいのでファイルが2つになっちゃうんですよね。34分過ぎくらいだったかな、具体的にはね、このケースは、私のケースは。だからこのファイルを1つにまとめたくて、でこの数年ね眠らせといたこのヤシカのね、なんていう機種だったかな、これ分かんなくなっちゃったんですけどね、これももう販売されてないみたいですね、製造されてないみたいですね、もう新しいものになっちゃって、ちょっと型番っていうのかな、製品名が分からなくなっちゃったんで、ヤシカのビデオカメラでやってるんですけど、ただね、残念なのが、このヤシカの方が新しいんですね、そのパナソニックの FX700 よりは1年くらい遅れて発売されたのかな、1、2年ね、だけど残念ながらこの性能がね、もともとこの画素数が前のデジカメの方がね、パナソニックの方がかなり多かったもんで、画素数がね細かかったっていうんですか、ちょっと私本当に科学あんまり勉強してないんで分かんないんですけど、困ったもんでね、
そこら辺がこのね、まあなんていうのかな、なんていう格差ですか、情報格差にもなっちゃうのかもしれないですけどね、うん、なんつったかな、言葉ありましたね、でもね、そういう言葉、なんつったかな、忘れてた、なんだっけな、うんうん、ただね、これ、ファイルがね、でもこれもやってみないと分かんないですけど、急ぐことないんですよ、今まで急いちゃったこともあるんですけど、急ぐことないんです、これね。うん、1本でまとまるはずなんですよ、おそらく、うん、充電も満タンにしてあるし、あとこのヤシカのね、この、うん、2012年くらいですかね、これの発売がね、ずいぶん寝かせておきましたよね、これね、デジカメで、相当ね、600本、700本とこの間に合っちゃってたんで、パナソニックのね、で、これ、でもこのヤシカのやつですね、この。うん、ちょっと画面がねパナソニックに比べると前回のを見るとちょっとぼやけてるっていうかね、うん、まあよく言ったらキリがないんですけど、うん、まあそんなにねあんまりこう画質とかねそういう、品質的なねこのクオリティをあんまり私求めてないんで、うん、ただねいろいろちょっとだけ勉強しましたけど、その後なんだっけな、ちょっとね、ちょっと、ちょっと英語のソフトなんですけど、こう結合ソフトっていうので、結局、その、なんだか分かんないですけど、この、やっぱりこのね、ビデオカメラ変えたら、デジカメ変えたら、ビデオカメラにしたら、ファイルが1個で済むんじゃないか、34分超えても。うん、1個で済むじゃないかと思って変えてやってみたら結局同じだったんですよ。であとそれは結局今回おそらく前回今回と合わせて今回やっと分かったと思うんですけど、うん、まあ今から喋りますけどね。ただそのなんかねその結合ソフトっていうのだけでもありがたくて結局結合できたと思うんですよ前回ね、うん、1時間1分くらいこう1本のファイルでこう分かれてたのを結合ソフトでくっつけましたから、うん、ジョイントなんだなんてソフトだったか、ソフト名何の情報にもなんだこれね、なんないんですよ私、具体名を忘れてしまうのでね、うん、具体名控えとけばいいのにね、うん、だけど結局はね、相当時間かかっちゃったんですねあれね、うん、ちょっといろんな要因があったと思うんですよね、夕方やったんですけどいろいろなんだインターネットのねその速度のね時間的なものとかもあるかもしれないしそういうものかもしれないし分かんないですけど結局思ったより時間かかっちゃったんですけど、うん、でもそれまでだったらこのその結合ソフトを使えば、ファイルはね、1本になるのかなと2つもね、まあ、3つが2つから1つとかねうん、2つですから大概ね私の場合2つに分かれちゃってるくらいで喋り終えるんで、で1つにできたかなって思ったんですけどその後こうもうちょっと調べてみたんですよ、なんだかふとしたなんだか分かんないですけど必然か偶然か分かんないですけどそれもおかしいですけどねその言葉遣いもね必然偶然っていうのもね哲学的に考えると非常に複雑なんでしょうけどまあただこう一般用語的に言うとそういう感じで結局はなんでこの、デジカメをビデオカメラにすれば一本になるって最初思ったのになんなかったかっていう問題とそれはまあ、うん、あれでしょうねやっぱりこう新しいビデオカメラとかデジカメだってもう新しいのがあるのかもしれないっていうのもあるのかもしれないそれじゃなかったんですよ、うん、で次にその、まあ、結合ソフトだけじゃなくてね結合ソフトだってね以前にこうその30分プラス30分でねこう分かれちゃってたのをこうくっつけるっていう方法もあるわけですからそれはそれで必要なソフトで、ありがたいものなんですけどただ根本的に考えると実はですねこう だからのこう2つ3つこうまるでねこの違うところからのこの何ですか解決策ですよね。だからすごくちょっと勉強になりましたねふとねなんかこう言葉で言わなきゃ分かんないでしょ、これ、分かんないし、分かんないんですけど、なんかこう、なんだろう、だから、例えばね、婚活ですよね、結婚難問題にしたって、今ね、大体この、多くのマスメディアとかね、研究者にしてもね、
家族社会学とかね、そういう人たちにしても、このあと経済学的な人に関しても、貧乏だから子供が少ないんじゃないかっていうことを言ったりされてるわけですけどね。だけど今のですね、このファイルを一つに、二つから一つにするのに、こうビデオの機種が本質的問題でもなく、また結合ソフトが本質的問題でもなく、まあ結合はしますけどね、だから金持ちだと子供が2人だったの3人産めたり4人産めたり、その可能性、確率は高まるのかもしれないですよ、行動経済学的にもね。だけど、まあ、構造経済学なんて私知らないんですけど、いい加減に喋っちゃいますからこうやってね、まあいい加減に喋っちゃってるんですけど、実はね、これがもうね、コロンブスの卵じゃないんですけど、このどうすればファイルが一つになるかって、だからって言ってもね、私これ今回も34分以上喋んないと、本当かどうか分かんないわけですよ、これ実際 やってないんで これがねもうぶつけ本番ですから、これ、これでね33分までに喋り終えちゃったら、カクって言ってね、事件になんないんでね、もう黙っててもいいから、もうこのね、なんていうか障子っていうか、なんていうかこうね、ドアだけ、こう風景だけね、でももう34分以上にはしなきゃなんないんで、で今日ももうもう1時超えちゃってね、前回は2時超えちゃったでしょうけど、1時超えちゃってね、今回もなんでかっていうと、まあその前に結局何かっていうと SD カードだったんですね。 8GB の SD カードでずっとやってたんですけど、これがなんか FAT ファットですか、太ったじゃないですよね、 FAT32 とかいう、まあアメリカの人は違うんでしょうね、中国の人も違うこと言うんでしょうね、FAT 32 とか言うんでしょうかね、分かんないですけど、私まあ本当にほとんど何も分かんないんで、だって今小学生がプログラミング言語とかやる時代ですから、英語とかね、小学生でね、その時代だったら時代で頑張るしかなかったんでしょう。だけど633で12年でね、小学校中高とね、大体この、まあ別にだってね、藤井聡太さんみたいにね、だって今度ね、羽生九段とね、歴史的な王将戦でしたっけ、何戦か忘れましたけど、初めてのね、タイトル、しかも藤井聡太さんがね、年下でありながら記録、ホルダーでね、チャンピオンでね、それに、もう平成なんかね、一世風靡していた羽生善治九段がね、奥さんがね、この桃子クラブですよ、畑田理恵ですよ、旧ね、こうですよ、ね、なんか娘らしいですね、子供がね、ね、変わったお父ちゃんですからね、羽生さんもね、徹子の部屋出てました、この前ね、羽生、娘みたいですけどね、まあ、いずれにしても美人でしょう、おそらくね、畑田理恵に似てもね、でまあ頭のいいね、結構面白い娘さんなんじゃないですか、こう羽生さんですからね、お父さんがね、でその対決ですよ、藤井対羽生、これはすごいでしょうね。で結局SD カードがその FAT32 じゃない、なんかなんていう企画だったか、この結局 64GB 以上だとその企画がほとんどらしいんですけど、なんだか分かんないですけど、全部かもしれないし分かんないですけど、よく読まなかったんで、ここら辺がね、理系の人だったらこうもうはっきり分かるまでこう勉強するんでしょうけど、私もちょっと飛ばしちゃったんでね、なんか SDHX とか分かんないですけど、なんかそういう企画の SD カードじゃないと、マイクロ SD カードでもいいんですけど、SD カードね、記憶装置がその規格じゃないと、それが 64GB 以上だと大体、通用するみたいなんですよ、だけどこれ分かんないですけどね、これでもまあ分割されちゃったとしたら、おそらくビデオカメラが古かったでしょ、これね、でも、
まあそれはそれでしょうがないから、これね、ビデオカメラは買うよりは、まあ結合ソフトでね、長い時間かけてまたくっつけるしかないんでしょうけど、だからまたね、ダウンロードした回はあるんですけど、だけどおそらくね、ネットで調べたところによると、それね、こうハテナブックマークじゃないですけどね、なんかヤフー質問箱じゃないですけど、そんなのあったかな、ちょっと正確には分かんないですけど、そういうのでこう答えてくれる人がいるわけなんですよね。で、結局はそういうね、なんか4文字です、アルファベット4つでなんとか、だから64ギガとかね、128ギガとかいろいろあるんでしょうけど、そういうカードだったら、記憶装置だったらね、大丈夫だっておそらく踏んでるんですよ、私も。そう言ってたみたいで、でそれでこれを結局ね、またアマゾンさんでね、買いまして、一番安いのね、64ギガバイトの入れまして、でフォーマットしてね、こうやってますから、これでおそらくそれが原因でね、結局記憶装置の、SD カードの SDMD じゃなくて、なんだっけな、なんかそれがそれを変えたことによって、おそらく簡単に言うと、ファイルがね、34分ぐらい経っても35分つないで、で結合ソフト使わなくてもつながってんじゃないかと思ってるわけですよ。つながってなかったらごめんなさいっていうより私がショックですけどね。結合ソフトでまた時間かかっちゃいますけど、まあそれはそれですごいことなんですけど、ありがたいことなんですけど、そもそもだって15分と15分つなげるとかいうパターンだったら、だってね、YouTube っていうのはもともとその、なんか申請かなんかしないと15分までだったんですから、あれを申請かなんかね、こう登録かなんかすると、30分以上、1時間、2時間でもでしょうけど、ただその、でいろいろ段階があるんですよね、いろんな方面でね。だから、そういうことで、で今回段階をいろいろクリアして、こう行こうとして、解決しようとしたのはこう行こうとして、でもこう行ったと思うんでね、まあこうかもしれないですけどね、こうかもしれないですけどね、だけどやっぱり婚活もそうだと思うんですよ。だから結局、それこそね、自分たちは結婚できてね、子供たち一生懸命育ててる偉い人は偉い、それは偉い、それで偉いんですよ、大したもんですよ、偉いんですけど、分かんないとこがあるんですよね。金が持ってるから子供が増えるかっていうと、私はそうではないと思ってます。その SD カードか、ビデオを変えるかとか、そういった問題から言うと、これはね、低層なんですよ、結局。女のミサオですよ。女のミサオは何でしたっけ？女のミサオ、今さら人に捧げられないわ。あなたの決してお邪魔はしないから、おそばに置いてほしいのよ、ですよね。あれ何でしたっけ？チャンバラトリオじゃなくて、ピンカラ兄弟じゃなくて、ピンカラトリオじゃなくて、宮治治でしたっけ？茨城出身なんですよね、宮治さんね。力強いんですよね。なんだっけ、ダフンダ、ダフンダじゃなくてね、ボヨヨン、ボヨヨンですよね。なんかこの前やってました。なんだっけ、ないな。サロンパスかなんかですか？なんかそんなののコマーシャルですよ。ピップのね、ピップ、エレキバン。会長がね、ピップ、エレキバンと言ってましたよね。あなたの決してお邪魔はしないから、おそばに置いてほしい。これがね、昭和の弱点で、それじゃ、妾とか二号さんの話になっちゃうんですよね、ミサオがね。それは罰ですけど、結局それなんですよ。男女とも、一人の人を愛せる、だったら、子供三人、四人いても、もう命がけで、こう結婚してますからね。そういうことなんです。今はだってあれでしょう、あっち行ったりこっち行ったりして、結婚なんかしなくても、なんですか、こう乱交してるでしょ、120人乱交パーティーとかね。全然マスメディアやりませんけどね、多分ね、参加してるからですよ、マスメディアのやつらが。まあ、朝日新聞でも何でもいいんですよ、毎日新聞でも、産経新聞でも、読売新聞でも何でもいいですけど、テレビ朝日でも何でもいいですけど、NHK でも何でもいいですけど、自分たちがやってるからですよ、ボケ。俺は別にね、マスメディアの人間に、友達も信頼も何も作るつもりもないし、いないから、何でも言ってやりますよ、この野郎。てめえらがな、隠してからいけねえんだ、この野郎。このメディア、このバカ。マスコミ、このバカ。
バカが上行ってるから政治家も官僚もダメなんですよ、バカ。でこうやってこいこの野郎、で正当防衛で転がすより裁判やったら俺は弁護士立てないでてめえらと戦うからよ、最高裁判所までよ、この野郎。めまいがした。まあそんなつまんない人物と喧嘩してもしょうがないですね、つまんないですから奴らは。何にもできないですけどね。週刊文春だけですよ、正義の味方は。本当に大したもんですよ週刊文春。 もっと多くのこのね、政治家とかね、みんな暴露しちゃえっつうんですよ、性癖とかね、政治家のチンポコ出してないこの野郎、バカばっかりでよ。で絶滅ですよ黒だけは、そのせいで。本当にバカな社会で生まれちゃった、バカな時代で生まれちゃったから俺もバカになっちゃったんだよこの野郎。いやみんな万歳してる場合じゃないですよこれ。なんか茨城県この頃ね、自治体の選挙多いですけど、なんか寺田総務大臣なんてハーバードとか言ってましたよね、寺ちゃんで。なんかまた何でしたっけ、なんだか分かんないですけど、月曜日のね、なんか月曜日から憂鬱なんですけどね、なんか元気な野郎がね、なんだか忘れました、なんか なんだ忘れました。原発賛成だってことで間違ってますもん、寺ちゃんの番組は。寺島さんせっかくね、時報はたくさん言ってくれるしね、便利なんですけどね、コメンテーターが間違ってますもん。だって原発なんて、だって放射能で壊されるんですよ、原発のゴミで。冗談じゃない。でマスメディアね、なんかこうなんか言うとね、私の悪者にしてね、言論封じしてね、命まで封じられちゃうかもしれない。ロシアに対するウクライナみたいなもんでしょこれ。中国はね、香港とか台湾にね、やんなければいいですけどね、そこまでバカじゃないでしょうね、習近平って人はね。おそらく分かんないですけどね、全然分かんない、簡単なこと言ってるだけなんですけど。これがでも日本もね、昭和10年代だったらすぐ手錠ですよ、つかつかとやってきて、その日のうちに留置場ぶっ込まれますよ。だけどでもちょっと21日から今日23日までの新聞からちょっとやってきますけど、ちょっと前後しますけど、22日の県庁職員、この2人は真面目な人でしょうから出ちゃうんだからしょうがないですけど、その隣に鳥マスクの人がいますけどね、今アベノマスクより鳥マスク、くちばしマスクのがね、総理大臣変わっちゃったら主流になっちゃいましたね。県民証っていうのを登録されるっていうのやって、これすごいですね、さすが黄門様とかネバール君の茨城県ですね。大したもんです。大したもんです。なんかふるさと県民証っていうのをこうやってね、移住者とかね、茨城県なのに千葉県とか東京とか北海道とかね、いう人にはこうネットで注文できる、ただでもらえるみたいじゃないですか、わかんないですけど、わかんないですけどね、ただじゃわかんない、無料登録交付は無料、各料金の割引率は協賛する旅館やホテルの宿泊は5から10%、笠間焼きは 10%、 茨城フラワーパーク入園料に 20% など、本件に関する情報を掲載したメールマガジンが届くそうです。なんかね、これ県民証持ってると安くなったりするみたいなんですよね、多分ね、割引特典って書いてるんですよ、ね、この2人は多分、立派な人ですから、私は文句言いません、ふるさとだって出てるんですもん、茨城に、ね、いいことですからこれね、一般に割引されるんですからね。でこれびっくりするのはちょっと出しませんけど、写真ね、岡田拓也っていうなんかね、なんかイオンのなんか旧民主党のね、今どっちやってんだよ、国民民主か立憲民主か分かんないですけどね、あれ拓也です、拓也です、なんか同じ名前であれとか思ったんです、似た名前であれと思ったんです。45歳でその県議会議員の高萩の方のね、県北の方の高萩市北茨城区選出の、茨城県の議員さんが45歳でなんか自殺じゃないかって思われてるってことで遺書もあったみたいで、45歳でですよ、で、2014年で、県議補欠補選で初当選して当選3回で、で次の今度の茨城県議会選挙にも出るって言ってたんですよ。だからこれ自殺じゃなくて暗殺の可能性もあるじゃないですか。だから警察はもっと調べなきゃダメですよね、自民党と癒着しててもね、県警がね、分かんない、分かんないです、国の検察がね、で分かんないですよ私だって、本当のことなんか分かってたら私だってこんなことやってないですもん、だって
せめてだって原発だったらね、広瀬隆さんぐらいになってましたよ、だってこれそんなの分かってたらね。でもこれ45歳で次の選挙にも出んだっていう人がね、自殺するかなって思っちゃいますね、45歳で岡田拓也議員ね、名前キムタクと同じだしね、拓也の拓って違うんだか分かんない、矢が違うんだ分かんない、ちょっと怪しいですこれね。ちょっとな、自殺しないでしょ、だって今度トップ当選目指しますとか言ってたみたいですよ、これ茨城市民に書いてあるんですもん。さあ、まあとにかくね、そんな疑惑だらけの世の中に進んで明かりをつけましょうですけど、寺田総務省、更迭なんですよ、ハーバード、東大の法学部だっけ、でハーバード出てね、経済学部かな、分かんないですけど。それを、テラちゃんの月曜日の誰ですかね、司君がね、言ってたんですよ。中央大学の司君が。言ってた。やたら月曜は元気な人出しますよね。なんか、メイロマっていう人とかね。なんだか、テラちゃんもね。テラ島さんはいいアナウンサーなのに、周りに恵まれてないですよね、あれね。火曜日はチンポ工事ですから好きなんですけどね。ハゲですからね。上武大学の先生ね。今、大学の先生もああいう人なんじゃないですか、みんなね、おそらくね。なんていうかね、ファンキーなんですよね。ファンキーフライデー、ナックファイブのね、小林克也です。ファンキーフライミッキーです。全日本歌謡選抜、都市、町、アキナ、成功。ウクライナ、ロシア侵攻、トランプ前大統領、ツイッターアカウント復活、ツイッター広告増えろ、小沢王国陰りが出てきたか、総務省。山際話、寺田話は私の選挙区。話さんの選挙区に私がただ住んでるだけなのか。さあ、そろそろここら辺で。で、高校生が書くゴミ、学ぶって書いてましたけど、茨城新聞の素晴らしいところは、茨城県という東海村とかね、原発原電でしたっけ？わかんないですけど、一番報道しにくいところであるにもかかわらず、原発の核ゴミっていうのは怖いっていうようなことを書きますからね、大したもんですよ、だから茨城新聞っていうのは、週刊文春と並んで、大したマスメディアですよ、だから多分不倫とかね、してる人いないと思いますよ、北海道と福島の高校が、福島みたいに放射能汚染されちゃったね、何年も帰れなかったところの高校生と、北海道のね、原発の核ゴミをこう、地下で埋めてね、放射能をね、北海道に持っていこうかって思ってるよね、日本ハムみたいにね、ちょっとファールゾーンがね、狭いね、私は日本ハムファンになっちゃいましたから、清宮幸太郎が好きですから、これ、どうして清宮幸太郎が好きなんだろう、その前はね、斎藤佑樹が好きだったんですけど、偶然、早稲田実業なんですよね。もちろん、あれですよ、ヤクルトのね、大輔さんね、大輔さん、元祖大輔さん。死にゆく男たちはみたいなね、井上大輔さんはね、ガンダムですかあれね、男たちにですよね、なんかね、まあ、そんなとこでね、高校生がこう交換してね、北海道と福島でね、ゴミを埋めたいところの偉い人のところの高校生と、やられちゃったね、放射能汚染でやられちゃったね、とこの福島のね、高校生たちがこう交換に行ってね、どういうもんだろうって勉強してみたいです、最終処分場を。まあ、世界的に言うとフィンランドですよね、日本で言うと青森か北海道ですよね、で、北朝鮮がミサイルをこうやってこう花火のように打ち上げてくれるのも北海道から青森ですね、リンゴ食えなくなっちゃいますよ、これね。温暖化でね、しかも。
リンゴは何にも言わないけれど、リンゴの気持ちはよくわかる。リンゴ、かわいいや、かわいいや、リンゴ。飛びます、飛びます。ジロさん、ジロさん、ジロさん、ジロさん。ユハラ、ユハラ、ユハラ、ユハラ。やっぱりね、茨城県出身です、ユハラね。アタークの荒木由美子のね、年の差夫婦ですよ。素晴らしい夫婦ですね。潜在のコマーシャルとかやってたと思いますね。うん。畑岡奈紗はどんどん交代しちゃってますね。なんか茨城県はね、高校ラグビーは明慶学院しか勝たないんですけど、清新学園がでも頑張って24対6で、だどうしてそんな違うのかって、11連覇だそうですね。11年連続。じゃあ11年の前はどこだったんだよと言うと分かんないんですよ。調べてないから。でもネットで調べられちゃいますもんね、今ね。すごい時代です。あとはね、何かな。サッカーアンダー12の県大会は、鹿島つくばジュニアが V。セルフレジ。コンビニ店員消えたらね、仕事何すりゃいいんだって、ベーシックインカムの方がいいですよ、だから。別に労働しなくたっていいんですよ、だからベーシックインカムすれば。だって、働かなくたってね、株とか、ね、舞い上がれのね、関ジャニ∞の兄貴みたいにね、関ジャニ∞じゃないのか、あれ。その次か。わかんないですけどね、なんだかわかんないですけど。なんていうか、そう、ちょうど出てきた、ウォッチで出てきました、茨城新聞のね、朝ドラ、横山優、こう、株価のこうグラフ見てね、折れ線グラフ見て、で、それではパンタグラフが紹介されてます、茨城子ども新聞で。これはいいのかな、茨城パンタグラフ、私、今日知りました、パンタグラフって何なのかを。今日55歳にしてようやく知りました。ありがとう茨城こだま新聞。茨城新聞の付録です。そんで茨城新聞だから、この何、このジョディ・カンターとミーガン・トゥイので、古谷美里みどりさん、古谷みどりみどり先生ってね、宇都宮みどりと海老名みどりですけどね、私にとってはね、ロンパールームですけど、その名は化けっていう、ミートゥー運動の、ジャーナリストの戦いを、扱ったいい紹介ですね。これはいいんじゃないですか。これ裁判沙汰なんないですか、私がね、これ出してる茨城新聞子ども新聞ですから、これいいですよ。こういうやっぱり紹介が必要ですよね。で、その中にこのね、なんだっけ、2017年映画のプロデューサー、有名だみたいですけど、ワインスタインっていうね、プロデューサー手伝いな、この男が、じいさんがね、スケベで、女優とかモデルの卵を、テレビとか映画に出してやっからって言って、最初なんですか、バスローブ姿にのワインスタインがマッサージをしてくれって言って、で最初はいろんなとこを揉んでたんでしょ、上半身を。そしたら後で下半身とかね、ウインナーとかソーセージみたいなのをどんどんこうフランクフルトみたいにしちゃってね、ホットドッグみたいにしちゃって、ワインスタインがね、でそれでこうあれでしょ、こう結局性暴力で何人もの女を泣かせちゃったんだけど、中にはね、そのスケベなね、ブルセラ上がりのね、ノーパンしゃぶしゃぶ上がりの女も、日本だけじゃなくてイエローキャブだけじゃなくていますから、アメリカにも。そんなのがこう、なんだ、減るもんじゃあるまいしとか言ってね。で、結局、子宮頸がんとかなっちゃってね。エイズとかなっちゃってね。バイトクターになっちゃって減っちゃうわけですけど。まあ、そういうのですよ。で、真面目な女の人が、怒っちゃってね、ワインスタインに対してね。で、そしたらワインスタインだけじゃなくてね、日本でもね、何でしたっけ、なんだっけ、甲子園とかね。園でしたっけ、甲子園でしたっけ、園児じゃなくて。ああいうスケベで危ない人たちよね。あとなんだっけ、俳優にもいましたよね。朝、大河とか出ちゃったりしてね。NHK のだって、E テレなんかも、打密出すくらいですから。
危ないし、怪しいですよ、あのマスメディアの人間っていうのは。NHK も危ないしね。NHK の E テレ危ないと思う。わけわかんない、子供番組しかやってないですもん、だって。だいたい教育チャンネルといえば、3チャンネル、教育チャンネルといえば、E テレって何なんですかね。視聴率気にしなくていいから、バカになっちゃったんですかね。いいよ、だから、ほら、NHK、これ、集団訴訟で俺にこの裁判仕掛けるよ、俺は。こう、受けて立つから、これ。クロスカウンターだぞ、この野郎。クロスカウンターだよ、この野郎。お前らがこう来たら、力士、俺はやるぜ、この野郎。はあ、やってみろ、この野郎。俺は弁護士立てる金なくなっちゃったからよ。NHK やってこい、この野郎。炎上商法だよ、俺だって、この野郎。YouTuber になるんだ、この野郎。あと850人くらいで、YouTuber でいっぱい金が稼げんだ、この野郎。かどうかはわかりませんけど。まあ、で、命の十字路、命の停車場のね、続編なんでしょうけど、これはね、今、老老介護とか、外国人のね、人のこの、入管問題とかから始まって泣かせるんですけど、すごくね、この南京子さんって素晴らしい作家ですね。素晴らしい人は素晴らしいって言いますから、私。瀬戸内寂聴みたいなバカはね、死んでもバカって言いますから。生きてるうちにバカって言ったらね、瀬戸内寂聴に、瀬戸内寂聴に、瀬戸内寂聴が生きてる時に、俺に裁判沙汰にしてほしかったですね。力士瀬戸内寂聴に対して、俺はクロスカウンターでね、やっぱり傷つかないとね、自分もね、クロスカウンターできないんですよ、クロスカウンターだから。肉を取らせて骨を取るんです。肉を切らせて骨を取んなきゃダメなんですよ、これ。藤子不二雄 A もね、なんかのび太とかね、わはは本舗じゃなくて、なんだっけ、ブラックデビールじゃなくてね、ブラックデビルじゃなくて、モグロ徳蔵、モグロ福蔵、ろくな漫画出してないでしょ、あれね。のび太なんて、どれだけいじめられたんだ、のび太に似てる人ね。自殺者だって出してますよ、これ。藤子不二雄、安孫子元、安孫子、藤子 A、藤子丸 A。ろくでもないですよ、これね。F も A も。死んだから言うんですよ、これ。生きてる時も言ってましたけど、奴らは俺のことをね、瀬戸内寂聴もそうですけど、石原慎太郎もそうでしたけど、あと、なんだっけ、東出、まあ、みんなそうでしたけどね。相手にしてませんから、私のこと。で、週刊文春もね、偉くなったら相手にしてくれるんですけど、もう終わりですから、そうなって。週刊文春っていうのは、私はね、本当入社したかったくらいです。文春の記事を書きたかったくらいです。あとね、そう、これ何ですか、これ。経産省が視察。経産省、今誰でしたっけ、経産大臣。誰だっけ、西村康、あの人でしょ、なんかね、誰だっけ、自助、公助、何助でしたっけ、助助じゃなくて、なんかその、西村さんで、西村経産省大臣、西村康稔って読むんですか、これ。稔って書いて。西村光年経済産業省は20日、相次ぐトラブルで完成が20年以上遅れている日本原燃の使用済み核燃料再処理工場、青森県六ヶ所村を視察し、安全対策工事の進捗を確認した。大体これ、だってこれ、相次ぐトラブルで完成しようっつったって20年も遅れちゃうようなものを、再稼働したり新しく作ろうって言ってんだから、よっぽど今の総理大臣バカでしょ。なんちゅう人でしたっけ、くちばしマスクやってる人。アベノマスクやんないで、ああいう犯行ができたんですね。なんつったかな、総理大臣の名前が一番忘れちゃうね。なんて、岸田文雄。プーチンだったら俺殺されてますよ、本当に。褒めてんのか褒めてないのか分かんないですけどね。昭和だけど10年代だったら私もう殺されてます。自殺に装わされても。だから、このね、茨城のその岡田県議っていう人が自殺っていうのはちょっと怪しいですよ、これね。自殺するわけないと思うんですよね。YouTube さん頑張ろう、イーロンマスク頑張ろう。あ、ツイッターか、イーロンマスク。
日本に言論のカウンターカルチャーじゃなくて、カウンターカルチャーが悪くしたんですから、日本、世界を、ここ70年、5、60年か。そういう時代に生まれちゃったんですもんね。生まれた時からどんどん悪くなってんですから、これ。日本の男女問題は。で、坂東市で2人死亡したじゃないですか、これ。57歳と63歳の人が。2歳、3歳の人ね。なんかね。まあ、近場っちゃ近場、そりゃそうだな。茨城新聞読んでるからね、近場で。だって飛行機が起こっちゃうんですけど、ライトプレーン、ウルトラライトプレーンって言うんですけど、ドローンだって今こう何十キロも5キロから10キロのものが飛び交うんで、絶対ドローンで頭が直撃して死ぬ人いますよ、これ。東京は皮肉なんですけど、人がいっぱいいるからドローン飛ばさないで、それこそ青森とか北海道とか、北朝鮮がこっちから来たら、ドローンが、日本のドローンがこう5キロから10キロのもの配達するために、青函トンネルでしたっけ、あ違う、関門海峡で、違う、日本のことも分かんないですよ、私、世界のことも分かんないけど、私のことも分かんないですから、俺、だから、まあ、飛び交うんですよ、とにかく青森と北海道は。リンゴかね、こう、落ちたらニュートンはね、万有引力の法則を発見してましたけどね、だから青森、北海道あたりはね、リンゴでやっぱりこう、だからやっぱりそうなんでしょうね、万有引力なんでしょうね。だから でもヘルメットかぶるわけにもいかないし、ヘルメットかぶったってダメでしょ、5キロ起こってきたら、だって上からこうバーンってったら重力でね、 G がかかるんですか、G さんがかかる、G さんね、どうしてくれないんだろうね、混乱 G っつったら思っちゃうよ、 G とか少女隊がね、少年隊じゃなくて少女クラブ、違う、少女時代がね、あれはお隣の国じゃないですかね。北朝鮮じゃなくてね。もう一つのね、お隣の国。ということで、何でしょうかね。だってこの、モナオもそうでしたけど、松本元外相っていうのも旧民主党だそうですけどね。麻生派のね。なんでそれが自民党にいるんですかね。わかんない。だから同じ話は、だから女の人が今ね、トップやってますけどね。なんだ、おばちゃんがやってますけど、おばちゃんあたり、おばちゃんもつまんねえよな。本当は広瀬すずあたりが俺を怒ってくれてね、一緒に裁判で戦いたいですけどね。断密でもいいですよ。だから断密の方がいいですよ、俺。断密出てこいよ、これ。あ、でもあれ、人妻だからダメですね。人妻と交渉したらダメです。ある、独身の女性と戦うべきですよ、これ。そんじゃないか、不倫なんかじゃダメなんですから、そもそも。不倫をするようなバカが日本を潰してて、世界を潰してるんですから。少子化だって、今さっきの最初の頃言ったでしょ、原理を。少子化で、結婚なんていうのは、金の問題だけじゃないです。金は 30% ぐらいじゃないですか。あと1割は分かんないですけど、6割は貞操がなくなったから、女に、男が、スケベな男が貞操教育を、原発教育と一緒で、なんですか、原子爆弾みたいなものだったのに、不倫っていうのはね、それを安全性を高めて平和利用しようって、原子力発電だとか言って、結局自家発電の方がよっぽどいいわけですよ、不倫よりは。G ですよ、少女時代ですよ。だから韓国に負けちゃうんですよ、日本はね、アカデミー賞とかね、ああいう BTS にしてもね、せっかくジャニーズで頑張ってきたのにね、分裂しちゃうんですから。分裂なんだっけ、強烈じゃなくて、なんだっけ、スーパー銭湯、なんだっけ、列、純烈でね、なんかメッシのいるアルゼンチンがね、で今ね、日本だって166センチって一番小さい代表がね、相馬っていう人ですか、私166ですから、これ、ね、活躍してほしいですけど。でもアルゼンチンなんかメッシとかマラドーナですか、アルゼンチンでしたっけ、マラドーナ背低いですよね、スーパースターがね。だけど負けちゃったみたいですね、サウジアラビアにね。サウジアラビアってのはね、やっぱりね、石油持ってからね、金持ちでミリオンダラーでしたっけ、サウジの王様ですよね。
ね、これ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 、岸田政権っていう岸田総理とその取り巻きの頭の悪さっていうか犯罪ですよこれ、本当に原発のこれって、これ放射能でゴミが放射能出すんですよ、こんなのわざ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 増やすんですよ、くるくるポーン、くるくるポーン、あ頭おかしくなっちゃった、まったまっすぐ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 、脳みそのあの血管がもう詰まっちゃいましたよ、今だからペロ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 、これこれは出してもいいじゃないですか、あの男女の美肌、石川県津軽海峡冬景色、まあ美肌だってどうしようもないし、石川県だって今に原発でねやられちゃうんですか、放射能で、うん、これじゃね、うん、裏日本のはしょうがないじゃん、日本の日本海のはね、こう原発立ててね、福井県とかこうみんなこう北朝鮮ミサイルバッパーンですから、だから小豆島とか離れ小島しか日本はイーロンマスクが言うみたいに残んないんじゃないですか、みんなスケベ野郎になっちゃってね、120万で乱交パーティーやるような人間しかいなくなっちゃいますから、日本って国はもう日本人全員をだから敵に回せば裁判沙汰引っ掛けられたら、まず警察に届けてもダメなんだろうな、なんか、だからなんつうかな、正当防衛これしかないですよ、だから相手がやってきたらこうこうこれで、私はこう鎌かけてて火ですから、心あらずですから、悪で、悪っていうのは兄心で、あっていうのは本心じゃない、じゃあアジアって何なんだって、あの志のあなんですか、アジアの字って何でしたっけ、侍でしたっけ、違う、なんだか分かんないですけどね、うん、漢字っていうのはあれでしょ、漢の時代に中国がね、うん、今の中国じゃなくてね、中華人民共和国じゃなくて、ね、ちょっと、うん、秋田もいいみたいでしょ、これコラーゲンの状態の良さと、秋田美人とか言いますかね、石川県だって、ね、熊本ですけど、石川さよりは津軽海峡、津軽海峡はだって青森ですから、これだからみんなこうね、原発を国内では建てて海外ではミサイルが出てくるっていう、だから内から外から本当は強調してるんじゃないですか、本当はもう全部私あれになっちゃいますから、疑惑論じゃなくて何ですか、疑惑のな、何論って言いましたっけ、なんか言葉でありますよね、なんとか論って、なんかこう疑っちゃうやつね、なんかあまりにもこれ脱酸素だから、脱酸素だったらね大変なことになっちゃうけど、甘さになっちゃいますけどね、脱炭素だから原発を積極的にバカじゃないですか、これ脱炭素方針だからこそ再生可能エネルギーとか安全なエネルギーにするのに、だから早く総理大臣やめろよっていうのは、本当にロシアだったら殺されてますけど、まあ、私も暗殺されてるかもしれないですけどね、うん、でこれ見てくださいこのね、瀬戸内寂聴っていうバカな坊さん、天台宗のこれね、この瀬戸内寂聴って晴海でしょって、晴海晴海ですよ、単なる瀬戸内寂聴で、憎まれっ子世に放かれて悪者だから99まで生きたんですけど、バカですからこいつで、井上光晴のバカでしたね、 こいつ俳句作家か、俳句か作家詩人か分かんないですけど、この井上荒野か荒野か分かんないですけど、これ寝取られ店主の寝取られ女ですね、これバカですよこれ、だからでしょ、石田純一の2番目の妻でしたっけ、松原千明も結局は自殺で死んじゃったという話じゃないですか、頭おかしくなっちゃいますよ、竹内優子だってあんな美人なのにね、子供と再婚したおの旦那残してなんだか知らないですけど飯食った後に自殺しちゃったりね、だから離婚された人っていうのはトラウマが頭おかしくなっちゃうんですよ、だからこう自分の論理じゃ分かんないことされるから、それだけ不倫っていうのは人を死にまで至らしますからね、至らしめますからね、だってあれじゃないですか、高子もそうじゃないですか、高子って言ったらいっぱいいますけど、なんかステディーとかね歌ってね、何がステディーだよバカ野郎、バカとしか言いようがないですもん、だってバカ野郎、だこれを私が YouTube を載せられなくした人に対して私が裁判を起こすかもしれないです、
ふざけんなんですよ、それ言論封鎖ですもん、そいつら、そいつかもしれないです。1966年だ、私が生まれる1年前に、瀬戸内晴美、ね、寺島忍ね、お父さんとさんはいいですよね、お父寺島忍のお父さんはね、うん、3時に会いましょうでしたっけ、あのね、なんだっけ、あの弟さんの方がいいですよね、なんかあの息子さんと出てましたけど、徹子の部屋、暗闇には暗闇にしか見えないなんかがあるんだとかね、言ってましたね。姉さんはちょっとブスですもんね、これね、はっきり言ってね。だからあの瀬戸内寂聴みたいなブスの役やったんでしょうね。キャタピラーですかね、だってバイブレーターでもあるんですか。で監督がね、そのバイブレーターでも組んだ広木隆一って読むんですか、広木孝和って読むんですか、わかんないですね、あんま知らない、全然知らない、あんまりも全然知らない、うん。豊川悦司とでも随分やりますよね、これね。頭反っちゃったけどまた出てきたってね。あのハウスマヌカンと同じですよ、ヨンギリのハウスマヌカン反ってもまた出てくるみたいなね。まあまあ寺島忍には何の私あの恨みも何もないですけど、瀬戸内寂聴のね、あんな不倫坊主のね、うん、こんなあの偽善どころかね、悪縁がないですよ、見ちゃダメですよこれ、潰した方がいいですねこれね、見ないでね、うん。あとはあの何、テレビはしょうがないですから、あのテレビとかまあアマゾンプライムとかでね出るようになったら、まあ、うん、本当は見ない方がいいんだけど、まあ間接的なものですからね、その時に見ればいいんでしょうけど、瀬戸内寂聴っていう人が、死んだ時には赤飯、お赤飯ですよ、だって99歳まで生きたんですから、お祝いですよってことで、ってことでね、まあ瀬戸内寂聴は俺が死ぬまでこう言ってあげますから、これ成仏させてあげるためにね、それが後から生まれたものの定めじゃなくて何でしたっけ、義務じゃなくて権利じゃなくて何でしたっけ、これ見てください、これあのなんかサンマの秋祭りってこんなことなんですか、これ一般の人で、これメガネゴーグルかけ、グーグルかけてますよ、何ですかこれ。それにあのなんか酸素防毒マスクみたいなのしてて、ここまでしてサンマ食いたいのかって今ね、本当にサンマ大変なことになっちゃってますけどね、うん。でなんだか今なんかね、昔はちょっとやっぱり NHK もね、あの民放もね、その乱行しないっていうね、あの紳士もいたんでしょ昔はね、淑女もね、だけど今いなくなっちゃって、なんか主人公も目黒蓮とかいうね、あのスノーマンですか、スノーマンっていうのは残るんですか、行っちゃうんですか、わかんないですけど、あのと松本若菜とか目黒蓮とかみんななんかこう連ドラに出ながら他の民放にも出てて、目黒蓮なんかだって耳が聞こえないからかわいそうな主人公やってるのに、朝ドラじゃなんか何ですか、エリートの、うん、何でしたっけ、 なんだかツンデレ男やってるみたいで、だからどっちも嫌いになっちゃうみたいですよ、うん。でこれ鉾田二郎がドローンやってますけど、高校生にこれ原発のね、青森と北海道の人たちがこう交換して原発を埋めて放射能だらけにする北海道と、あの原発やられて放射能だらけになっちゃった福島の交換留学生みたいにこうして、あの原発は何かっていうものを勉強した人はいいですけど、これドローン見てください、こんなでっかいものが落ちてくるんですよ、今度いつかは多分2030年代じゃないですか、2020年代だけどね、本気出したら科学技術なんてね、ソーラーだって蓄電池だってね、バッテリーだっていくらでも性能上がっちゃいますから、うん。だって壁に貼って スケルトンの、太陽光パネル薄いやつができちゃってるんでしょ、だって鉾田二郎でドローン操縦を体験って言いますけど、必ずね私予言しますけど、日本でドローンが運んできたものが上から落っこって死ぬ人っています、絶対その第一号が誰かっていうね、新聞に載りますから、私はやそうなりたくない、一号なりたくない、ないだろう、下手すとだって家にいたって落ちてきてね、屋根 ぶっ壊してね死にますからね、いや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 、はあ、いやいや
すごいね、3日間も新聞あったら本当にすごい情報の宝庫でしょうね。これが新聞紙にされてね、そのままね、こうなくなっちゃうんですから。これは水戸市でね、茨城県の県庁所在地で、あんまり私は遠いから、女性の健康をテーマにした講演会がうーんあったそうですけど、ね、今だって婦人科だからね、うーん HPV とかね、あの HIV とかね、 HVVVI でしたっけ、 HIV でしたっけ、あの何でしたっけ、あの何でしたっけ、あの JOC でしたっけ、 JCO でしたっけ、わかんないですけど、うん、なんだか女性の健康と女性ホルモンのお話とか、うん、産婦人科もね、婦人科ももっと子供がねたくさんできればね、卵巣ばっかりやってるから、本当にだから卵巣とか梅毒とかね、子宮頸がんとか、何あとなんだっけな、あのエイズとかね、そんなのの治療ばっかりが仕事になっちゃって、本当はね産婦人科とか婦人科はね、赤ちゃんをね、こうお父さんお母さんと赤ちゃんがねこう幸せになるようにっていう立派な、一番医者の中じゃね立派な分野だったのにね、産婦人科っていうのは今急激に起こっちゃいましたもんね、かわいそうに、うん、で私がねどこまでこうこれこんな90代やり続けられるかっていうのは、まだこのうん、人類のね両親が、両親って言ったってこう双親じゃないですよ、今両親がね子供の頃から別れちゃってね、生き別れしちゃってる人が多くなっちゃってね、そっちはこう両方の親ですけど、両親の良い心の方ね、良い心とは一体何なのか、善とは何なのか、悪とは何なのかっていうのを私はねクロスカウンターしてきたしね、うん、タイツだって俺一人でやりますから、まあ悪いですけどね、興味持ってくれた人は申し訳ないですけど、大体、うんうん、政党とかそういう企業とか2人3人4人だったら大きなことできますけど、それだけ1人の意見がこう今の岸田文雄総理大臣みたいにコロコロ変わっちゃって、最初は岸田文雄総理大臣っていうのは日本を一般の人の安倍元総理の、うん、おじさんのね、誰だっけ、ノーベル賞もらったね、誰だっけ、池田隼人の、なんで池田隼人の、もう喋ってたこと忘れました、ごめんなさい。忘れました。私ね、ちょっと地方症になっちゃってるんで、嘘つきになっちゃう、こうしたら。そしたらね、お医者さんにこう調べられてる時に何かされちゃうとかね。そんなね、思いたくないですよね。そういうのを何て言いましたっけ、なんとか論って言うんですよ、なんだね。そんなのは被害妄想ですから、そんな人いませんよな、大体。なんかね、斉藤由貴と不倫しちゃう医者とは言いますけどね、医者とか言いますけど、ね、で何ですか、高先生はなかなかね頑張ってますけど、なんか西丹クリニックとかね、ゴーと言ってね、高先生も好きですけどね、ゴーひろみゴー、僕たち男の子ゴーゴー、僕たち女の子ヘイヘイチェチェチェとかね、ジェンダー平等とかね言ってんだ。これ本当岡田氏死去っていうのはこれ見せませんけど、トップ当選するって意気込んでた人が自殺しますか、これ45歳で、なんだこれ。でラジオでも言ってましたけど、日本初戦は負けたそうです。那須っていうところの栃木県のインコが裏になったそうです。7割当てたそうです、前回は。でなんか日本のサポーター金持ちだからコロナも怖くないんで、集団でこの 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 人がね、カタール、ドーハに向かったそうです、ね、まあ、いいけどね、こいつたちと なんか訴訟したってね、つまんないですよ。もっと大物と喧嘩しなきゃね、大物に会いたくないですけどね、頭良すぎてね、負けちゃいますから完全に。あと今日の
ようやく今日の新聞になりました。もうね2時近くになっちゃって腹減ってきました、ようやく、うん、で防衛費財源は防衛費っていうよりあのみんなもらっちゃえって言うんですよ、日本今までいろんなあの、うん、税金をこう海外に輸出したんだから、その見返りにあの武器をもらっちゃえって言うんですよ、防衛費上げなくてもいいから、うん、今まで貧乏だった国にいっぱいこうなんかやってきたんだから、日本って国はみんなもらっちゃえっていうのはあの見返りとして武器を、武器がなきゃ負けますから、私はねあのだから防衛費じゃなくてもらっちゃえっていうのに武器を見られるとかもいっぱい、うん、で塩野義がねようやく飲み薬が承認されたそうですけど、どうなるのかね、何が何だか分かりません、ヘルソン州、まあ、分かりません、旧統一教会分かりません、うん、で新総務省のその松本剛ですか、じゃあ松本剛したら首位打者取っちゃうじゃないですかね、日本ハムでね、違う松本剛剛剛明、松本剛明さんという人も政治資金疑惑で、でびっくらこいたことにはこのくちばしマスクやってるあの任命責任者の誰って言いましたっけ、あの安倍晋太郎じゃなくて安倍のミクスじゃなくて安倍じゃなくてあのなんだっけあのねあの安倍のマスクしないで反抗しましたからね、あの人ね、このあの岸田文雄って人はね、にもなんか領収書を空で書いたとかね、空っていうのは分かんない、白で書くんじゃない、あの書かないんじゃないですか、ない分かんないですよ私。あとなんかこの JT が日本タバコね、日本タバコ、タバコは良くないですね、うん、なんだかね、ちむどんどんの信姉がね、このなんだっけ、この朝ドラで言うとなんかね、このうーん青空のね、編集長違うだったの分かんないんですけど、と一緒にね、なんかこう最近ちゃんと一息つけてますかって言って足組んでんですけど、私ねこの片足をねこうやってこう、私じゃ MRU 夫人でもないし、ジョボビッチでもないんで、あの視聴率上がらないですけど、こうやるじゃないですか、最近では徹子の部屋で誰だっけ、なんかね二文字の人がね、あれか、ローソンで、ローソンであれか、店長やってる、年上姉さん女房何でしたっけ、なんか同じ名前の人が2人いる人の若い方ですかのだけど、だこれね、これ出しちゃうとね多分つまんないところで訴訟が起こされちゃうと思うんですよ私、で書類送還されちゃうと思うんで出しません。 JT 日本タバコが JT がこれ、ジャパンタバコなんですか、だから T なんですかこれ、あ首が、あちょっと、あ首が、あなんか若いのにこう足組んでる人が、男も女もいますけど、どっちも組んでるんですけど、絵でも描けばよかったですね、こうやってこう足ね、ノブネがね、ちむどんどん、これ気持ちいいと思わないんだよなこれな、うん、そんだったらこうやってね、こうやってこう両方でこうやってねストレッチした方がね気持ちいいのにね、日本人って体の構造が違うんでしょうね、私とね、私が違うのか、だどうせならパンツでも見せちゃえばいいんでしょ、だからあのジョボビッチみたいにね、パンツ通り越しちゃったんですもん、ジョボビッチ、何でしたっけ、あのゾンビでしたっけ、違う何だっけ、何だっけな、でゲームのこと何にも分かんないね、映画のことも分かんないんだけど、何だっけ、ハーがつく、ハザーウィザード、じゃあハザードバイオハザードでしたっけ、うん、あ違うよ、あの氷の微笑ですかっけ、シャロンストーンでしたっけ、あのなんかあのねチンポコもないのに、あのうん、ね、あのフロイトで言うとチンポコが欲しい女がね男みたいになりたいって言うわけですよ、うん、私はもう少し背が欲しいですよ、あん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 ですよ、私はもう少し背が欲しいですよ、奈良の大仏へで飛ばせですよ、イングランドが6対2、ウェールズも出てるんですよ。なんかよくわかんないですけど。スタッチ。高安、うん。いいですね、これね。
これでどうなってんのか、あの録画がね、果たして今まで30分ね経ったらどうしようと思って、これね、鹿島アントラーズは私全然サッカーはほとんど日本ハムファイターズに比べて、野球に比べて興味ないんですけど、日本ハムファイターズ茨城県の人なのに、でも鎌ヶ谷で2軍のあれがあるんですよ、千葉県お隣のね。だけど上田綺世っていう人がこれ外国行っちゃったから、これ途端に弱くなっちゃったんですよ、これね、簡単なことだよね。違うのか、素人なんでごめんね、ごめんなさいね。こう橋本潤という人がだから、そうなんかこうね、舞飛び出せ舞じゃなくて、飛びちむどんどんじゃなくて舞い上がれで教官やってたと思ったら、同時にこれなんか知らないおじさんじゃなくて、変なおじさんじゃなくて、帰らないおじさんって言って BS、TBS ね、TBS とかテレビ朝日とかね、日本テレビとかね、東京 MX とかね、あれは二軍か、あ違うか、あの東京テレビ東京とかね、あと何がありましたっけ、テレビ、あの E テレですか、断密打者のね、で京一郎さんとかね、春美とかね、瀬戸内寂聴ボズなりましたみたいなね。今瀬戸内寂聴どこにいるんですかね、元気ですかね。これ以上言ったら危ない、危ないからね、危ない、ね、日立は北限はね、茨城県の日立市だったんですね。あ、原発メーカー日立製作所、放射能ダダ漏れにしちゃわないでくださいね。明るこの木、何の木、気になる気になる、見たことのない木ですから、見たことのない花が咲くでしょう。東芝、サザエでございます。朝魚食わえたドラ猫、おうおう、三菱重工、三菱原発三大メーカー日本の、外国はどこが作ってか分かりません。これね、文化功労者で松任谷由実がマスクして出てますけど、だ松任谷由実はフォークであるけどロックンローラーじゃないんですよね。だからあのビートルズみたいに、あの俺らは We are 勲章なんかいらないぜとかやんないですね。松任谷由実は結局あのいい人ですから、正隆さんと結婚してね、いい女房ですから、ええ女房ですから松任谷由実は。だからマスクをちゃんとして、出さない方がいいのかな、文化功労者のメダルじゃない、勲章をもらったという松任谷さん。小さい頃は神様がいて、忘れてたな、ああこれこれこれ、ああ相馬が投手、小柄な勝負師、166センチ、私と同じ身長、うん、で昨日ラジオでやってましたけどね、横浜地裁で40年介護した79歳、81歳の旦那がね、じいさんが歩けない79歳の妻がこの40年介護してて急激に弱ってきたから、崖からね突き落として殺しちゃったっていう話、悲しいですけど、まあ政治家とか言い訳しますけどね、官僚とかね、あとタレントもね、なんとかグラデーションとかね、グラデーションじゃねえよ、卒業って何て言いましたっけ、制服の胸のボタン、おおお、あの時だ、大変だったっすよね、卒業が。だってケクティモモコデスの卒業がね、みんなの隙の隙間からからトシちゃんじゃないよ、で、あので窓ガラスね、盗んだバイクでね、投石してね、あの何でしたっけ、割って回っちゃって卒業しちゃった人もいますもんね。あの年はすごかったです。卒業っていうタイトルが3曲トップ10に入っちゃうんですから。でベスト10っていうのは、ベストっていうのはね、1位じゃいけないんですかっていう連邦ですから、連邦峠ですから、連邦ですから、
なんか息子が自民党の方に鞍替えしちゃったっていう連邦ですから、だって離婚しちゃってんですもんね、旦那の方につきたくなりますよね、そしたら息子だってね。その辺がだから野党っていうのはダメなんですよ。自民党も、自民党っていう悪い政党を覆せないんですよ、ひっくり返せないんですよ、うっちゃれないんですよ、野党っていうのは、すべての野党っていうのは。山本太郎だって最初原発反対とか言ってて、今原発のゲノにもないでしょ、あれ何やってんだよ本当に。ねえ、だってあれはあれでしょ、水戸の何でしたっけ、東大じゃなくて実は日大だったっていう、林真理子じゃなくて、ダッダン金子さん弾一発残ってんじゃけよ、なんていうか、なんだっけ、今夜だけでもシンデレラボーイの姉ちゃんとが不倫した、なんだっけ、で奥さんは G メンで、なんだっけ、殺されちゃう役にしちゃった、なんつったっけな、あれ、水戸出身のね、忘れてたな、なんだっけ、金子さん弾一発残、すいません、今痰が見えたとしたら NG なんですけど、見えてたとしたらもう今までの努力が水の泡です、今痰が出てきちゃった、今痰が絡んだら痰、ということで、わざわざこうやって私は自分の人生を棒に振ってしまうような危険を犯してまで、こういう日本の男性と女性が、スケベな、乱交スケベになっちゃって、それで真面目な人が残念ながらこう結婚したいのに結婚できずに、特殊清掃のお世話になって、孤独死まで追い込まれちゃうっていうことを、訴えました。私は弱者です。今まで私が批判した人はみんな強い人たちです。なんで強い人たちが大腕振って金残して金に困らず、どうして結婚したいのに結婚できずに孤独してしまうような、その立候補者じゃねえや、政治家じゃねえんで、予備軍である私が怒られなきゃなんないのか、人生まで危険にさらさなきゃならないのか、こんな国に誰がしてしまったのか、アメリカですか、北朝鮮ですか、中国ですか、ロシアですか、誰がしてしまったんですか。強く生きなきゃいけない。だからびっくりしましたね、その茨城県の議員が45歳で自殺しないと思うけどな。だってこれ妻子もいるんでしょうけど、いないのかもわかんないですけどね、実直そうな顔ですよこの人ね、もっと追及するべきですね、こういうので。うやむやにしちゃうんですかね、茨城出身のね、イケメン、土浦出身のね、高安じゃなくて、どうすこい、どうすこい、まるは、涙です、これは。涙ですから。これは汗ですから、涙じゃない、汗なんですよ。渡辺大五郎。なんだっけ、ポコチンじゃなくて、なんだっけ、小学生で、偉い小学生いいんじゃないですか、なんかこう、有名な、なんか、日本全国から歩いててね、引きこもりだって立派に生きられんだっていう、生きろっていう、ネット使えばね、変に悪い人間に染まるようになったら、そんな、なんか出てましたけどね、茨城新聞のなんか、一般人がね、なんかリーダーがこう、一人いじめてね、三人四人がこう、男同士がいじめて一人撲殺しちゃったみたいなね。で、なんか日本で有名な大学生がね、一人の女を酔わせてね、こう回しちゃった、林間鉄道じゃないですよ、林間教育じゃないですよ、林間学校じゃないですよ。そういうのを、じゃあどう言えばいいんだよ、これ。回すっていうんですか、だって。120人の乱交パーティーってどういう言い直せばいいんですか。言葉狩りしないでくださいよ、こう弱者の。弱者なんですよ、私は。強かったらやりませんよ、これ、こんなこと。弱者だからこそやってんですよ、こうやって。強い人が悪者だからいけないんですよ、これ。わかります？早いうちに、
一人の素晴らしい異性を見つけて子供を育てて今までありがとうって死ぬのが本当の死に方ですよ、人間の。何が自由だ、多様性だ。いろんなことをやってから結婚したくない人ができちゃって、結婚したいのに結婚できない人ができて、その人が孤独死しちゃうんだよ。合意しなきゃいけないんだよ。なんだそんなのに合意は良くて多様性と何なんだそれ。矛盾してんだろ。結婚しなくてもいいわなんていう女を増やしちゃったから、自由だ多様性とか家の絶滅とか言って、だからどんどん減っちゃったでしょこれ。結婚した人が結婚できなくて、真摯にね、真面目な人はね、うまいこう口先でね、こう騙してね、結局はこうでこうバイビーとか言ってね、そんな金持ち連中が日本をダメにしたんだよこれ。イーロン・マスクが日本を心配してるよ、本当に。絶滅ですよ、この国は。広田先生ですよ、夏目漱石の。滅びるね。